んにちは、にじこです。今日もまずはお誕生日の方、今日はお二人です。親子ですよ。サナさんの娘さん、1月9日昨日ですね、お誕生日おめでとうございます。そして1月10日本日、サナさん、お母様のサナさん、お誕生日おめでとうございますね。サナさんのお嬢さんはね、20代最後だそうで、ね、ちょっと乗り越える1年かもしれませんね。絶対乗り越えられますね。そう信じて、ぜひ笑顔でね、1年遅れますように心から私も祈ります。サナさんのお嬢様、そしてサナさん、お誕生日おめでとうございます。はい、そしてですね、風さんのあのストーリー、昨日おとといかな、あのレコーディングの様子が来ましたね。なんかすごく楽しそうじゃなかったですか。笑顔でね、なんかアップテンポな感じがしたけど、若々しい曲かなねえ。で、写真もね、なんか萌えよの T シャツを着て、こういうのをね、ちょっとこうポンと乗せてくれるのがね、嬉しいですね。いや、本当にこんなにまめまめしくやってくれるもんですかね他の方よくわかんないんだけどね。いや、でも多分かなり風さんはいろいろやってくれるアーティストですよね。他の方のね、SNS なんか見てると、こんなになんかちょこちょこ載せてくれるのはね、なんかあんまりないみたいなの見たことあるんで、そうね、本当にみんながいろいろ気をもんでるから、こうやって載せてくれたのかもしれないしね。嬉しいですね。で、そう、気をもむような、なんかいろいろあれやこれやがね、あるらしいという話はコメントとかで知ったんですけど、でも私全然目にも耳にも入ってこないんですよ。いや、探そうとしても出てこないんですよそうでね、フォーカスしないものはね、目にも耳にも入らないということを私は信じてるんですよ。本当にフォーカスしたものが情報として入ってくるわけですよね。例えば赤い車を今日は探そうって朝思って外に出ると、やたら赤い車が目につくとかね、今日はやたら赤い車が走ってるなとかね、そういうわけじゃないんですよ。赤い車って意識したから赤い車がたくさんあるように思えるだけなんですよね。そんな風に意識したものが目にも耳にも入ってくる。で、意識してないものは全然入ってこないんですよ。だからなんか割と家の近所で、あれ、なんか家壊しちゃってさら地になってるけど、ここって前なんだっけとかってことありません？もう何十年もいてもわからないとかね。それは意識してないからなんですよね。フォーカスしてないから。本当にそういうことなんですよ。だからフォーカス、何にフォーカスするかって本当大事ですよね。でね、風さんはね、今 GQ ジャパンの写真載せましたけど、この時もね、白目の変顔してみたりとかね、もうただかっこいいだけじゃないっていうのをね、世界にアピールしましたよね。ひょうきんなところもね。で、なんかいつも寝そべり配信とかね、変顔したりとか、なんかすごくこれほっとする人いるんじゃないかと思うんですよね。特に若い人たちね、風さんに憧れる若い人たちが、いいんだこれでっていう、なんか許可が下りるみたいな、そういう人たちがいっぱい出るんじゃないかなと思ってね。やることはちゃんとやるけど、
でもリラックスしていいんだ、あ、こんなことしていいんだ、寝そべってピアノ弾いてもいいんだみたいな、もうちょっとありえないぐらいいろんな許可を出してくれてるなと思うんですよ、風さんはね。うん、でそれってやっぱり自分に自信があるからできると思うんですよ。本当にそれは傲慢なって意味じゃなくてね、自分自身に確固たる自分としての自信、自分は自分であるという自信ね、それがあるからこそ変化をしたりいろんなおかしなこともできると思うし、おかしなこととかちょっとざっくりちょっと雑すぎましたね、すいません。うん、でかと思えばこの祈りの写真、これは2021年2月15日に和歌山の方で地震が震度4ぐらいの地震があった時ですね。多分それにそっと寄り添ってくれた、祈ってるよっていうことなんじゃないかってみんなもコメントで書いてたんですけど、言葉はないんだけどこうやってさりげなく寄り添ってくれるっていうのがね、風さんらしいなと思うんだけど、これだけでもうすごく救われる人たくさんいると思うんですよね。うん、本当にいつも愛、優しさ、ユーモア、そして祈り、もうこれで風さんはできてると、風さんの成分って私思っちゃうんですけどね。それでブレない強い信念もね、以前ツイッターでちょっといろいろちょっとなんていうか物議を醸したというか、風さんが載せた写真でね、うん、まあだけどその時も風さんは心配ありがとう、でもわしは全く心配してないし、そんなこと気にもしないと、あ、そんなことでもし気持ちが離れていく人がいるなら悲しいけどわしにはどうしようもないで終わってるんですよ。うん、だからもう本当にこれがわしだと、このわしで嫌な人はどうぞ去ってくださいと、来るもの拒まず去るもの追わず、人にも執着がない、つまり怖いものがない、なくす怖さがないんじゃないかなって私は感じるんですよ。なくす怖さがあるとね、どうしても守りに入っちゃうんですよね。守りに入って動きが小さくなって弁解したりとかっていう風になりがちなんですけど、もう潔いじゃないですか、風さんはいつも、うん、本当に潔がいいなと思ってね。だからね、このもう本当に愛と祈りとこの強い信念、そしてプラスユーモア、もうこれが風さんを作る成分だと私は思っていて、だから大丈夫だで私はもう本当に信じられるんですよね。うん、もうなかなかこれだけの強い信念がある人いないですよ。ほら、なんなんの時だってね、初の自分の MV なのにデビュー曲ですよ。だけど監督とね、なんか話が合わなくても絶対ブレな折れなくて、自分の意思はしっかり伝えて、こうしてほしいっていうことを伝えてるじゃないですか。それでもう映画の時のスパイキー監督ともね、お互いに意思がしっかりあるからバチバチになったっていうぐらい、そこでも折れない、うん、もう絶対的な信念があるからもう折れないって、もうその信念、それ私はもうそれを知った時にもう風さんは大丈夫だなって思ったんですよね。うん、でかと思うとものすごく謙虚で人に寄り添ってね、なんか復興チャリティの時なんて本当に皆さんも多分いろいろなとこで見たと思うけどね、こう大きな体をかがめて周りに迷惑にならないようにって、紅白でもなんかそんな最後そんな感じありましたよね。うん、そういう配慮が自然にできるね、優しい人だから、うん、優しさは強さですからね。優しさを振りまいていこうって風さん、ね、優しさの、曲が出る時にそんな風にツイートしてたしね、うん、そうだから、大丈夫なんですよね本当に
そう思いますよ私は、うん、何も怖くない、何も恐れることはない、うん、ね、ただただ私たちは楽しみにしてましょうね、うん、と思います。はい、ちょっとそんなこと思ったのでまた偉そうに話してしまいました。すみません、本当にもうすみませんね、なんか言いたい放題言っちゃってますけど、でもうん、そうなんですよ、風さんは大丈夫っていうの、なんでお前がわかるんだそんなことっていう感じなんだけどね、本当に、いやでもそう思いませんね、大丈夫って思って応援のエール、応援のエネルギーをいっぱい送って、新曲じゃない、セカンドアルバム春に出るようにね、邪魔しないように応援のエネルギーを送りたいなと、みんなで送りたいなと、そう、あ、そう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 、ちょっとね思い出したんだけど今、私がね大好きでもう 7,8 年のお付き合いがある師匠というか大先輩というかという方がいるんですけど、その方がですね、この間ヒーリングを教えてもらってきたその方ですけどね、オーストラリアで山火事があった時に、みんなで何そのヒーリングしましょうという声かけをしてくださってね、で400人以上集まってみんなで火が消えますように、雨が降りますようにではなく、緑の映像を浮かべてくださいと、緑が生い茂る森みたいなね、それだけをイメージしてくださいというふうにおっしゃったんですね。でみんなでそれを思い描いて、で代表でその方がリコさんっていうんですけど、リコさんがヒーリングしたという、そしたら次の日に雨が降って、でかなり鎮火されたということがあったんですね。でそれブラジルの火事の時もそうだったんですけど、みんなで何百人で意識をねそちらに向けて、その時も火を消そうとかじゃなくてね、いいイメージを送るんですよ。そう、こうなんていうの、雨を降らせたいとか火を消したいとかってこれエゴになっちゃうんで、そうではなくて緑の森になればいいなっていう、なんかそしたらね動物たちもまたそこで楽しく暮らせるし、だからいいイメージを持つだけ、うん、そういうことをしたことがあるんですね。で人の思い念ってすごいパワーがあるんですよ、本当に。だから良くも悪くも作用するので、だから私ちょっと今回こういうしつこいぐらい、なんかすごくなんか何様だよお前って感じでね、私喋ってますけど、そうなんですよ、ちょっとどうしても言いたいのはそういうことなんです。だから人の念というのはそれだけ作用するわけなので、それがいい方向になればもうすごく素晴らしいものになるわけですよね。そうなので、みんなでいい意識でいい思い、いいイメージを送りましょうっていう、それが言いたかったです。はいなんか取り留めないですね。はい、いつもねちょっと大体こういうこと話そうっていうのはあるんですけども、そう、特に私も行き当たりばったりで話すのでね、はい、ということで、すいません、伝わったら嬉しいです、伝わらなかったらごめんなさい。はい、ということで今日もありがとうございました。ではまた。